お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、クラロリーグのね、プレイオフが終わったので、その大会ですね、大会について、まあいろいろ話しつつ、クラロもやっていけたらいいかなと思います。というわけで、まあ今日ね、やっていくデッキはですね、リーグでね、僕が使ったデッキですね、プレイオフで、まあ準決勝、決勝の話をね、しようかなと思うんですけども、準決に僕、2v2 と KO1、まあワンブイワン。ワンブイワンというか KO1 ですね、キングオブザヒルの、勝ち抜きに出たんですけども、その時にこのババコヤバルーンとこの折り型のねバルーンを使ってもバルーン使いになっちゃったんですけども、これ使った時に負けたんですけどね。はい、まあ今日バルーンをね紹介していきます。まあこれ多分テンプレとかではないんですよ。流行ってるデッキとかではなくて、まあ僕のねオリジナル、デッキですので、ぜひね、もしかしたらもう世界で僕しかね、使ってないかもしれないです。ぜひね、皆さん使ってみてくださいという感じなんですけども、あ、そういえばね、シーズンもね、終わりまして、まあ、最後トラゲ僕しなかったんですけど、なんかもう、試合が終わったのが日曜日の夜で、次の月曜日のね、夕方がね、シーズンリセットなんですけども、試合終わってから、もうまあ疲れて眠いんですけど、あと800とか、世界1位まで行くのに、あと800とか上げないといけなかったんですよ。で、さすがに1日で800、まあ1日もないですけど、800やるかとも思ったんですけど、いや、今回はいいかなってなって、ちょっとね、今シーズントラゲサボっちゃいましたね。そう、今までトラ上げ最終日しないなんてことなかったんですけど、ちょっと今シーズンだけはね、ちょっとお許しくださいと。なんで来シーズンかな、ロングシーズン、っぽいので、来シーズントラ上げしたいなと思ってるんですけども、来シーズンも、世界大会なんですよ。世界大会があって、世界大会終わった次の日に多分シーズン最終日とかなので、まあ、もしかしたら次のロングシーズンもドラゲできないかもしれないんですけど、まあさすがにロングなので頑張ろうかなという感じです。はい、という感じでね、マルチ動画も上げますちゃんと。で、まあ試合のことですね、いろいろ、まあ、話すことも別にそんなないんですけども、まあ、ひとまず、応援してくださった皆さんありがとうございました。で優勝できなくて、マジでごめんなさいと、まあ、いうところですね。まあ、優勝したかったですね。そりゃ、当たり前優勝したかったけど、できなかった。最後、準優勝ですね。結果言ってなかった。何なのって気になってた方、ごめんなさい。準優勝ですね。で、最後、ノバイスポーツですね。決勝は敗れちゃって、準決勝は、WEDGM ですかね。はい、と、まあ、試合をしたんですけど、まあ、順を追って話しますと、準決で、まあ、2v2 と、2v2 出てますね。勝ちました。いや、でかい。で、KO1 も、出てね。まあ、なんとか1人抜き。いや、正直、僕3人抜く、もう抜く気でしかいなかったんですけど、当たり前に。あ、で、1人抜いて、うわ、これ3人抜けたわってなって、正直ね、思ってたんですよ。けど、まあ、2戦目ですね。ハイヤ選手っていう、まあ、相手チームの、まあ、エース的なね、めっちゃうまい人に、普通に負けちゃうって感じなんですけど、でも相性良かったんですよね、その試合も。そう、相性良くて負けちゃったのがね、またなおさら辛い。でも1戦目は、なんか、そう、このデッキ、あ、違うな、もう1個のババコヤバルーンですね。もう1個のババコヤバルーンの方で、ラバルの矢の雨かな、結構相性悪いのに勝てたんで、まあ、それは良かったんですけど、相性悪いのに勝ったけど、相性いいのに負けたみたいな、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、1人は抜けたのと、まあ、個人的に最近すごいプレイが良くなってきてるっていうのがありましてですね。そう。まあ、成績では普通に負け越しちゃってるんですけど、リーグを通してね。まあ、なんかこう、普段から結構プレイ良くなってきてて、まあ、いつでも常に3人倒せる気持ち、まあ、ですし、まあ、なんならね、次出たら余裕で3立てできるんじゃねえぐらいの、まあ、感じ、まあ、なんですけど、まあ、負けちゃったっていうね。はい。感じで、まあでも1人抜けたんで、まあいいかなというところですかね。はい。で、チームも勝ちましたし。で、その次ですね。問題は決勝ですね。決勝、まあ、僕は 2v2 だけですね、今回出たのは。まあなんですけども、その 2v2 に負けちゃったんですよね、2v2 がマジで。
いやー、マジで悔しいですね、それ。まあ、試合に負けたのも悔しいんですけど、ツーベツに負けたのがマジで悔しくて、前回、このノバイスポーツってやった時もツーベツ負けたんですよ。しかも、その AUK、エルシオプペア。相手も同じペアで、で、前回負けて、今回も負けてっていう、しかもなんか、このリーグを通して、この僕たちと、その相手のね、そのペアが、まあ、ナンバーワン、ナンバーツーで勝率高いみたいな感じなんですよ。で、まあ、どっちが最強なんだみたいな、まあ、そんな感じの状況でもあって、まあ、負けて今回は負けるっていう、いや、さすがに、もう負けを認めざるを得ないですかね。なんか相手、まあ、うまいんですよ。もちろんだから。もちろんだからうまいんですけど、だからこそちょっと悔しい、勝ちたいですね。いや、これ元気で押されちまうんだなぁ。2点だなぁって感じなんですけども。あ、でも、ガゴが頑張ってるね、ガゴが。そう。いやー、で、KOH も惜しくも負けて、1v1 取り返すけど、最後 1v1 惜しくも負けて、で、まあ、BO5 だったんで、セット数3-1という形でね、負けちゃったって感じですね。で、まあ、全部フルセットっていうのかな。2本先に取った勝ちなんですけど、2v2 も2-1。で、KO、キングオブザヒルも3対3の勝ち抜きなんだけど、2対3。で、1v1 も2対1、2対1みたいな感じで、全部フルセット、フルセット、フルセットで、全部惜しくも、まあ、届かずっていうような感じで、あ、これよくねえな。マスケなんでこっち決意出したんだろう。ロキ打たれるんで絶対出したらダメでしたね。ごめんなさい。そう。いやー、という感じでね、マジで。いやいや、これルート強制が成功してますね。三角でバルーンをね、メリってやったんで、テスラにね、釣られなかったんですけど、まあ、トルネがあるんで余裕でね、守られちゃったって感じですね。さあ。というわけでね、まあ、誰が悪いとかぶっちゃけなくて、もう完全に今は負けたって、力で負けたんですけども、まあ、つぶい、取ってれば、つぶい取ってれば、何か変わってた、っていうのはね、マジで、思いますね、つぶい。そうっすね。まあ、相手も、ワンプイもつぶいも、間違いなく、超うまいんでね。しょうがないってしょうがないんですけど、まあ、勝たなきゃダメなんですよね。いやー、マジで、次やったら強い、マジで勝ちますね。エリショーペイ、UK ペアにマジで。そう、まあ、一体何をどうすればよかったのとか、僕らは何ができたらよかったのかとか、まあ、こう、プレイ面でもですし、まあ、考える部分もですし、いろいろちょっとね、こう、反省すべき点がありましたので、まあもう世界大会がまだあるっていうのが救いと言いますか。まあ僕らの目標がですね、もともとまあ世界大会優勝だったっていうのもあるんですけど、まあ優勝する前にはまあこのね、イースで優勝しないとっていうところなんですけども、まあ、この負けをね、まあ負けて何がダメだった、何をどうすべきだったか、どうやってたら勝ってたのかとか、僕らに何がダメだったのかっていうのは一つにまあ、まあ、僕らなりにね、はい、考え、もう世界大会に向けたら頑張るだけですので、なんとかね、なんとか、世界大会もね、応援していただけると嬉しいかなと思います。本当に。いやー、楽しみですね。世界大会ではマジで負けられないですね。2v2 も KOH も。よいしょ。さあ、という感じでですね、まあ、KOH、まあ、僕出たいんですけど、まあみんな強いんでチームメイトがね、出れるかわかんないんですけど、まあ、出たいんでね、僕は。しっかりこう出れるようにね、ちょっと頑張っていけたらいいかなと思います。敵チームにもね、負けたくない、負けないですし、自分のね、チームメイトにもちょっと負けないようにね、はい、頑張っていきたいなと思います。という感じでね、長々とね、僕話すのすごい苦手なんですよ。もともと説明することとかすごい下手くそで、なかなか多分ね、って感じでね、ちょっと分かりにくかったところもすごいあると思うんですけど、よし、頑張ります。頑張るのは当たり前なんでね、僕よく言うんですよ。なんか僕なんか名言っぽいみたいな、なんかね、変なね、なんかそう、なんかセリフ的なのがよく好きな、セリフが好きなんて言うのかな、まあこれもむずいんですけど、なんか頑張るのは当たり前だみたいな、そんな感じのタイプの人間なので、
まあちょっとね、はい、気合入れてね、あ、1ヶ月後ですね、世界大会12月5日6日とか多分そんな感じだったので、1ヶ月後ね、ぜひ変わったね、僕らをね、僕ら、まあ僕と僕らをね、チームを見ていただければいいかなと思います。はい、てなわけでこの試合ね、頑張っていきます。いやー楽しみだなぁ。悔しいなぁ。思い出したくないですね。思い出すとマジで悔しいんで思い出したくないんですけど、思い出しちゃいますね。毎日朝起きた時とかに。よいしょ。さあ、とりあえずバルーン刺さってくれれば。あ、ムート。強すぎ。というわけでね、YouTube も毎日上げていきます。今日めっちゃ夜遅くなってるかも、上げるの。ごめんなさい。とりあえず。う、飛べ、いえ、はい。あー、もう話すことなくなっちまった。やばい、ちょっと待って、普通に、なんなら負けそう。いや、待って、届く、あー、ハンター。これ、雪打っちゃいます。雪玉って、あれなんですよ、攻めでめっちゃ強いんですけど、防衛でもめっちゃ強いんですよ。そう、それ、マジで大事っすよ。防衛雪玉で遅延効果かければ、何でも止まる説ありますね。これ、ここにハンター来るんで、いけ、いやー、オーブン釣れるか。やばい。待って。もう負けたくないんだけど。あ、勝った説ある。やばい。勝ってない。やばい。ちょっと待って待って。バカバカバカ。え、多いなー、多いなー。多いなー。ちょっとやばい。爆上がる。いや、でも、え、やばい。マジでやばい。本当にやばい。待って。待って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 。ここで負けたら世界も勝てない。ここで勝たなきゃね。ダメですよね。しかも、あと、なんなら、マルチだったら雪玉で、雪玉2発で落ちますね、あれ。さあ、まあでも一旦防衛します。防衛して、雪も打って、よいしょ。いやー、完璧。いや、いいですね。非常にいい。で、これはもうね、あとは攻めるだけなんですけども、一回ね、ここはもう相手は、ちょっと、焦りのね、焦りのムートですよ、これは。いや、これだって勝ったですよ。真ん中オーブン来る。壊す。で、ここに、まあ、ハンターとかもたまたまね。よし、いや、これトルネガル。あ、待って、お、雪玉2発だ。よく考えて。さあ、回します。地味に回転が早いんで、これ雪玉2発回せば、勝ちっす。あれ？来た！バカが入ってますね。グッドゲームと。まあ、いうわけでね、ぜひね、このバルーンデッキも皆さん、使ってみてください。世界大会ね、優勝しますと。いう感じで今日はね、終わります。よければチャンネル登録ね、高評価、コメントもね。よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。